真っ黒なつぶらな瞳、そして小さな肌。徳山動物園で先月1日に生まれた3匹のコツメカワウソの赤ちゃんです。こちら昨日撮影された巣箱の中の様子です。あれ1匹だけなんですかね。に見えますよね、はい、そうではなくみんなでくっついているので顔が見えなくなっているんです。かわいい。生まれて初めて撮られた写真と先ほどの写真を比べてみると、生まれた頃は毛の色が大人に比べて白っぽいんですよね、はい、あれよく見ると閉じていた目も開いてきてるんでしょうかね。そう、ちょっとずつね大きくなってますよね、はい、こちらはお父さんのささめ。赤ちゃんとお母さんのことは暖かい部屋の中で暮らしていて、今展示場で過ごしているのはささめだけです。もともとオスとメスが協力して子育てを行う動物のカワウソ。広い展示場で悠々と過ごしているササメですが、暖かくなった春頃からは父親らしく子供たちと生活していく予定です。そうですか。なんかちょっと貫禄ありますねお父さん。福山動物園、今まで2頭以上の展示というのがここ数年はなかったので、子どもたちが加わることによって群れで生活する様子を皆さんに見ていただけたらなと思っています。徳山動物園では家族が揃う春までの間、 SNS や展示場の掲示板で子育ての様子発信していくということです。ぜひチェックしてください。ぬいぐるみみたいで本当可愛らしいですね。可愛い、食べ方も可愛いんですよね、はい、カワウソって。成長を見守っていきましょう、はい、ですね。